大黒巻が思い入れのある夏メロを歌いに来店する若い芸能人たちを迎え入れるともに北海道出身であることからすスきののスナックをモチーフに松岡が店長大黒がオーナーのママという設定で盛り上げる5つ目は節約贅沢クッキング部総額1000円以下のコンビニ商品を独自のアイデアで贅沢料理に変身させる 登録者数420万人を誇る話題沸騰の料理系 YouTuber のリュウジと料理にハマっている大原桜子、料理本を出版する高橋みなみが腕を振るう。そして6つ目は、どんな状況でもかっこいい表情を崩さずいられるかを試す、表情管理部。得意の曲を歌っている最中に腕につけた低周波ビリビリマシンが発動。果たして表情をキープできるか。 初収録を迎えた相葉は、今年一番笑った。と報復 Z、一体どんな展開が起きるのか。相葉雅紀、二宮和也との絆を確かめる相葉が部長を務める、一筆形状部。記念すべき初回放送では、相葉が出会って約30年の親友、二宮和也を指名。相葉が書いた手紙には、マジ悔しかったところで青、13文字、とだけ書かれており、 受け取った二宮は頭を悩ませる。マジ悔しかった場所。大概悔しがってるからなぁ、と、全く思い当たる場所がないままにロケがスタート。相葉を探しに、二宮の超すぎる旅が始まる。相葉は、二宮くんと僕ってなると相当難しい。30年近く一緒にいるから思い出がありすぎて、候補がありすぎると話し、二宮は何が悔しかったんだろう。 悔しいって言ってるってことはだいぶ昔ってことかな、と言葉の意味を考える。相葉の思いを汲み取り、悔しかった場所、で再会することができるのか。そして、二宮が向かった先で相葉のとんでもない過去がテレビで初めて明かされる。スタジオで見守る日村は、この企画、すごくいい。と太鼓番。えなりも、僕もこの企画大好きです。と応じる。モデルプレス編集部。